ボスポロス王国の位置と国会沿岸のギリシア植民地ケルソネソスの移行をケルソネソス。古代ギリシア語、イプシロンローシグマニューイータシグマ、ラテン語、チャーシニーズス、ロシア語、ウクライナ語は国会北岸のクリミア半島の南端にあった古代ギリシアの植民地。現在のウクライナのセバストポリあたりにあった。東ローマ帝国時代にはケルソンと呼ばれた。 古代ギリシャの植民地として建設され、ボスポロス王国などの支配を経て、東ローマ帝国領となった。古代ギリシャローマの都市が古代末期の戦乱や、薬病などで衰退、荒廃し、都市の市民による自治も崩壊していく中、ケルソンは、北方から買い付けた物資を東ローマの首都コンスタンティノープルへ販売する商業都市として栄え、比較的、 遅い旧世紀前半まで他の東ローマ帝国の都市よりも高度な自治を享受していた。一方で、遠隔地ということで、流刑地ともなっており、協議をめぐって、皇帝コンスタンス2世と対立して逮捕された、ローマ教皇マルティヌス1世や失脚した皇帝、ユスティニアノス2世などが配慮されている。1025年の東ローマ帝国旧世紀の東、ローマ皇帝テオフィロスの頃に、 テマケルソンが置かれて、コンスタンティノープルから派遣される、テマ長官の支配を受けるようになったために古代以来の自治制度は縮小したが、引き続きハザールやキエフルーシなどとの交易拠点であった。東ローマ帝国は12世紀のコムネノス王朝時代まで、ケルソンを維持していたが、12世紀末から13世紀、初頭の東ローマ帝国の衰退と第4回十字軍による、 帝国の一時滅亡の時期に、その支配は失われた。ありがとうございます。